ロッテにドラフト2位で指名されたヤマハ宮崎流星内野手23が28日、静岡、浜松の同社で指名挨拶を受けた。榎山スカウトディレクター、担当の田中スカウトと対面、走攻守のレベルの高さ、打てる内野手として評価していただいた。1年目から新人王に値するような活躍を目指して、 将来的にはトリプルスリーを狙える選手になりたいと改めて決意を語った。偉大な背中を追う、ゴチカさん54イコール急性小玉はソフトボール選手として太陽油電で活躍した。日本代表として1996年のアトランタ五輪にも出場。4位でメダル獲得こそ逃したが予選リーグの台湾戦では本塁打を放った。ドラフト直後の電話では お祝いの言葉と同時に、これからだぞと激励のメッセージももらったという。将来的には同じ代表の、舞台にという思いはある。ただ、まずはチームで試合に出られるように。母は首位打者なども取っていた。負けないように頑張りたいと力を込めた。立命大時代はコロナ禍の影響で、試合が中止になることも多かった。もういいかなと一時は競技からの引退も頭に浮かんだが、 ヤマハに熱心な誘いを受けて再起。指名解禁となる入社2年目でプロ入りを叶えた。来月2日には、そのヤマハで最後の公式戦となる日本選手権の初戦を迎える。宮崎は、今までお世話になった皆さんに恩返しができるような活躍をして、優勝できるように頑張りたいと誓った。優秀の美お飾り、次のステージに向かう。